を誇るイギリス本場です。岩佐さん、はい、鬼とも戦いました。そうですね、どういうところに戦いされますか。やっぱ鬼さん、いつも通りの、 クレバーな戦い、やっぱ見たいですね。はい、入場してくる様子など見ると非常に落ち着いているように見えました。小国です。さすがベテランですよね。黄色いグローブをはめているのが小国です。赤いグローブをはめているのがナミビアのンギーチュンバです。亀貝さんはどういうところに注目されますか。そうですね、このンギーチュンバのリーチの長さですね。180センチのリーチが長いので、長い距離を中心に戦える小国選手がどうそのリーチに対応するのかっていうのは注目ですね。ボディから行きました小国です。小栗選手攻めてますね。プレッシャーかけてますね。ボディから右積極的に行きます。ただンギーチュンバは3ラウンドまでの KO 率が非常に高い選手です。序盤は亀貝さん気をつけたいですね。そうですね、もう少し序盤で様子見ると思ったんですけど、ンギーチュンバ14勝中12 KO ですからね、パンチありますからね。その 12KO のうち11の KO は3ラウンド以内というンギーチュンバです。右だ。最終的には打ち合いになると思いますと話した小国ですが、もういきなり打ち合いを仕掛けます。岩佐さん、入りどうですか。さすが小国さん、しっかり1ラウンド目から来てますね。覚悟感じますよね。気合十分です。右チュンバの左フックも怖いんですけれど、小国選手右ガードをガッチリと顎にくっつけてるので、それもらったのかと。あ、左だ。テンプル、そのガードの上をもらっちまいましたね。右チュンバの左のフック効いている、効いている。小国大丈夫か。これはヘッダにこう反撃せずにクリンチはフットワークで流れてほしいですね。さあ小国しのげるか、どうする、出るか。ナイスアッパー。また右をもらった。危ない。やはり前半勝負に強いニーチュンバ、右左。ちょっとこれは良くないですね。反撃しない方が良いとは思うんですが、打ち合うか。また左をもらった。膝をついた小国、どうだ、立てるか。あ、右目の上カットがあります。うなずいています。立ち上がりました。あ、一つ乱れていません。まだ行きますね。小国行くか、右だ。いや、左フック当たりましたね。攻める小国、今度は2チューバー、動きが止まった。ただ小国選手も左フックもらってますね。あ、また右もらった。小国バランスが悪い。それでもパンチを当て込んでいく。せっかく巡ってきたチャンスを。小国選手左も右も当たってるんですが、いや、本当スリルがあります。怖いですね。はい、あ、ちょっとまた動きが止まった。攻めてくる、ロープを背負います。危険な戦い、自ら足を踏み入れましたが、左のフック止めました。小国敗れた。世界ランカーギーチュンバ、1ラウンドで日本の小国を沈めました。いやー、岩佐さん、はい、小国も1ラウンド積極的に出たんですけどね。そうですね、いろんな作戦はね、いろいろあったとは思うんですけど、生き様じゃないですか。6年間で組まれた試合はわずか5試合。その間も小国はずっと走って走って練習してきました。その覚悟を、まあ、1ラウンド見せるかのように前に出ていきましたが、ご参考までにお知らせ。これを迎え撃った小国チュンバです。この負傷が有効なパンチによるものでした。カットも小国チュンバのパンチによるものだというあのアナウンスが今。ただいまのレフェリー中村克彦がこの試合をストップしたテクニカルノックアウトタイムは1ラウンド2分23秒1ラウンド2分23秒、はい、TKO 勝ちにより勝者フィリップ逃げチュンバ。やはり前半に強いですね。しっかりと右のガードを顎につけていた小国選手なんですが、そのガードの上テンプロストの左フックをもらっちまいましたね。はい、